今日は私服を持ってきて、どんな服をどんなのに着てるかっていうのを、はい、みんなで見せ合おうという。え、何持ってきた？どんなの持ってきた？なんか持ってきてとか言って。困りますよね。普段着てる服。そう、なんか。そうなんだよね。あ、かわいい。スカートで、こう上に上げれば、まあワンピースなる。使えるね。涼しそう。じゃあ一個ずつ。私はもう。マキシワンピです。マキシワンピは絶対使うよね。絶対使います。すごい楽っぽい感じですね。カッキーを選んでみました。合わせやすい。あんまりね。珍しい。なんかどうしても黒とかさ、わかりやすくなっちゃうね。黒やっぱ暗くなっちゃうね。うん。はい、ワンピースか。ワンピースシリーズ。シリーズ。ワンピースはなんかこれが形が結構ちょっとバルーンだけど、これをそう着るとバルーンなんだが、ここをちょっとこう折り込むと絞れる感じ。そうなの。くにゅってなって、これは結構よく使う。可愛い。ワンピース。ラブリー。そうですね。ラブ。何を合わせるの？これは合わせるのが結構肩出しだから、ラブリーラブリーで、ラブリー系が好きなんです。いや、いろんなの着るんだけど、ラブリーだったらこう可愛い。でちょっと足をデートに足を黒くちょっとエンジニアっぽいブーツで、ああ、なんか寂しい。そう甘辛く、なんか結構結構合わせたりします。甘辛いですね。甘辛は選びやすい。あとは次は私はなんかあとこんな感じ。可愛い。甘ふんわり甘デニムとか、あ、可愛い。甘辛ですね。甘辛で、結構甘辛好き。私も甘辛好きで、可愛いですよね。可愛い。とか、で、なんかこう、スカート合わせると、ちょっとフォーマルにも着れたりとか。そうだな。そうですね。そうだね。素材です。上が空いてるとさ、この辺着れるね。そうですね。仕方幅があるから、絶対空いてないと。そうですよね。なんか、スポートマルとか絶対、あ、本当に？で、こう思いっきり出した方が、うん、綺麗に見える。だから空いてるのばっかり。私も同じね。同じ。あとは、まあ、私も甘辛でしたね。私も同じ感じ。あ、かわいいね。これピンクとかになっちゃうとちょっとラブリーフリースだけど、だからちょうど程よいみたいな。すごい着回しが効くものをやっぱり選んでる。これに私はショートパンツで、あー可愛い、インして着るとか。可愛い。いいね。インします。なんかさ、こうウエスト位置をこれでもそうだけど上にして、切り替えが上なほど体型カバーができるじゃん。足が長く見えるし、絶対見えますよね。だから私もそうなの。ハイウエストがいい。ウエスト流行ってるのもハイウエストです。風振り来たらハイウェイストなんだ。え、後で来てほしい。来てほしい。じゃあ見たいかなみたいな。甘辛。甘辛です。そう、あとは結構好きなのがこういう、これ超安いんだけど、可愛い夏っぽい。ショーツで一個でワンピースになって、まあレギンス着てもいいんだけど、楽なの。あー、わかる。そうで、これ着ちゃうともう隠せるっていうか、そうなんですよね。隠すことはないんだけど、済むじゃん。これで。済んじゃう。済んじゃう。楽なんで、こういう。私はあとちょっとフォーマルじゃないんだけど、あー、使い、かわいいね。スカートに、これも陰形で、あ、かわいいね。女の子、ふんわり。
ちょっとさ、きちっとした感じに見えるよね、シャツって。そうですね、だからちょっときちっとするときは、うんうん、っていう感じですね。でも普段はすっごいこうランが好きで、こういうシャツとか、うん、なんか着ちゃうから、たまにこう着て、この辺ちょっと意識、しないとかみたいな久しぶりに来たらやばいみたいなことになりがちなので、私もこのデニム履けなくなったらやばいっていうデニムが結構家にあって、なんかきついみたいな。そう、このデニムが履けなくなったら相当来たなっていうのを一個持ってる。そう、ありますよね。最近ちょっときつい。そう、体にちょっとこうカツを入れるという意味でも、うん、こうちょっときつめの着たりとか、もしきつめのデニム履いたりとか、たまにしますね。このさ、見せろって言わない、よく社長とかもあえて足とかを見られることで意識して綺麗に、絶対それあると思いますよね。だから意識の力ってさ、あるもんね。そうですね、してばっかりでダメですよね。そうなんですね。なんか年々年取ることに、うん、こう体型カバーがうまくでき、自分の欠点が分かってるから、うん、うまいことできちゃできちゃうけど、それをやっちゃうとその部分がどん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 この辺が、うん、やばくなっちゃうから、気をつけて意識してる。アイテムと一緒に。私はですね、そうですね、肩幅ですね。とりあえずさっきの肩幅。うん、肩幅と、肩幅はどういうふうに、どうフォローするの？ねえ、でもやっぱり胸元が空いてるのは絶対選ぶし。これ着ると強そうに見えるって思うのは嫌い。あ、肩パッド入ってたりとか、今あんまりなんかそうなんだし。え、じゃあハーフスリーブとかはあんまり着ない？そんな着ないですね。あ、そうなんだ。選ばない。うん、なんかそこにボリュームがあると、うん、広がって見えちゃうみたいな。うん、自分が着てて楽しいとか気にならないとかさ、他人はそんなに見てないじゃん。うん、見てないんですけどね。だからやっぱり楽しいとか着心地いいとか、そういう風な、あと値段でしょ。あと値段、値段大事。値段も心地よくないと。でも自分が見てすごい可愛いな、この花柄のピンクのとか思うんだけど、なんか自分着たらちょっと街歩けない、あ、もう恥ずかしいとか。で、なんかそういうのはパジャマをすくブリブリにするんですよ。そうなんかうちでみたいな。解散するんだよね。いやいや、わかるかも。着る？着る家で。ちょっと着ます。ね、おもちゃあんま着れないから。うん、絶対おもちゃ着ない。じゃあさ、この組み合わせで、うん、着たの見たくない？見たい。さっきの泉ちゃんのショーパンとブラウス、うん、見たい。見たい。じゃあ着てこようかな。うん、着てこようかな。え、楽しみ。楽しみ。楽しみ、楽しみ。行ってきます。いってらっしゃい。いってらっしゃい。どれ着がいい？でもそのシャツとスカートも可愛いよね。ワンピースでも一枚でも可愛いかも。これは普通にもうシンプルに T シャツとか合わせちゃって。ああ、そうだね。でラフに着るのとかすごい好きですね。あ、でやっぱここは開くんだ。開くはポイントなんだ。私何着よう。じゃあ、泉ちゃん着がいいか、こっち着てみようかな。うん。これがいいデニムで、なんかシャツはこういうのってさ結構30歳っぽくない？なんかテーマ30歳ですよね。なんか無難な、そこ大事ですよ。色とか形であんまり派手じゃなくて、うんうんうん、かわいい。なんかこうデニムでもスカートでも、そう、なんかこうさりげない感じ。でもなんか一時期すっごいさ洋服狂いの時があって、うん、10代終わりからもうさ暇さえあればよく考えて、あの時のお金どこから出てきてたの、戻したら今何ができるの。だいたい30歳この年になったら美容とかに行っちゃうよ、ね、家具とかさ、うんうんうん、でもあの時はひたすら洋服洋服でバカのように買ってた。靴バッグ、そうなの、そうなの。しかもちょっといい、結構高いやつ買ってたしさ。でも私ね、19の時にね、渋谷のさ、モビータ館あるじゃん。そこに、
アレキサンダー・マックイーンが入ってたの、うん、でアレキサンダー・マックイーンを見学しに行ったわけ、うん、高いから買えないと思って。でも行ったらすっごいかっこいいスカートがあってハイウエストの、うんうん、で試着してみたら案の定似合わなかったわけ。まだ子供だったから体とかも、もうガリガリで棒みたいだから。でもこれはいつか絶対大人になったら着ようと思って買ったの。すごい高かったの、うん、で最近着たらちょっと着れるようになってて、うんうん、すごく嬉しかった。そうありますよね。そのあるいつか着ようって思って買っちゃったの。そうなの、そうなの、そうなの。似合うさ、そうなんですよね、素材とかあるじゃん。ある。19とかでこうバッグとかでも、うん、そうそうか、持たれてるか、そうなんかもうなんていうんですかね。なんか浮いちゃってる感じだから、そうですよね。だんだんさ、こう年齢に、ね、整ってこない。逆に言うと30でこのカバンはダメだなっていうカバンとかも出てきますよね。なんかちょっともうちょっとちゃんとしたのを持たなきゃみたいな。そうなの、不思議だよね。すごいよね。ちょっとちゃんとしてないとあんまりこうカジュアルだとすごく違和感出るよね。そうなんですよね。